気をつけの姿勢。礼。手を開いて、前に合わせ構える。猫足立ちとなり、手刀受け。猫足立ち、手刀受け。前屈立ちとなり、両剣は脇に構える。 猫立ちとなり、右中段突き、左中段突き、前屈立ちとなり、上段交差受け、両剣を胸部に引く、両剣を左右に開く、猫足立ちとなり、手刀受け、 さらに、猫足立ち、手刀受け。猫足立ち、手刀受け。詐欺足立ちとなり、回収横打ち。右小手は、このように左手に正確に当てる。 右足は軽く添えて、詐欺足立ちを行う。半前屈立ちとなり、中段横払い。外八字立ちとなり、右中段突き。左肩は上腕下に引く。 ポイントとしては、立ち方に注意する。中段横払いでは、半前屈立ち。中段突きでは、右足を引き寄せて、外八字立ち。左肩は、右上腕下に引き付ける。半前屈立ちとなり、回収中段横受け。 外八字立ちとなり、佐生は救い受け、右中段突き。回収横打ちからの流れをもう一度。 救い受けの左手は上腕部に正確に引く。足の動きだけをもう一度。詐欺足立ち。半前屈立ち。外八時立ち。半前屈立ち。外八時立ち。元立ちは、 スネの長さを基本とする一足腸前へ出ると前屈立ち一足腸の半分引くと半前屈立ちとなる前屈立ちとなり下段払い。 右中段突き。猫足立ち、手刀受け。さらに、猫足立ち、手刀受け。詐欺足立ちとなり、回収中段横打ち。半前屈立ちとなり、中段横払い。 外八字立ちとなり、右中段突き、左剣は上腕下に引く。半前屈立ちとなり、回首中段横受け。外八字立ちとなり、左将は救い受け、右中段突き。前屈立ちとなり、 下段払い。半前屈立ちとなり、中段追い付き。前屈立ちとなり、下段払い。中段逆付き。中段前蹴り。半前屈立ちとなり、中段逆付き。 中段前蹴り、半前屈立ちとなり、中段逆突き。中段前蹴り、半前屈立ちとなり、中段逆突き。右足を軸に回り、外八字立ちになり、救い止めを行う。 結び立ちとなり、構えの姿勢に戻る。気をつけの姿勢。